ああ、猫になりたいな。いいとこの猫になりたい。え、私もそれ思ってた。にゃん？だろ？にゃんだろ。猫ごっこしよう。にゃん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 。あのね、りほちゃんとね、かのちゃんにね、猫になりたいんでしょ？うん。あのね、最適なね、スマホアプリを見つけたの。え？猫になれるの？こりゃ、猫の血が騒ぐにゃん。私たちスキードドロップです。今回の企画はチュールメーカーで CM 作ってみた、イエーイ。ということで、先日私とリホチがとある猫のツイートを掘り返されまして、ライブでね、痛い目にあったんだよね。はい、そうなんですよね。それでは須川カノンの全力ぶりっ子です、どうぞ。私と猫ごっこしよう。にゃんにゃん。猫ごっこって何？にゃん。だろ。にゃんだろ。ありがとうございます。ありがとうございます。ところがそれがめちゃめちゃ好評で、なので今回は皆さんの願いを叶える企画となっております。やったー。やったー、ドリームドリーム。ちょっと花咲さんがこんなツイートをしてるのをスタッフさんが見つけました。お、あれ、あれ、こうじゃん、かわいい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 。さくらさん、こちらチュールくれということで。え、待って、チュールくれだって言って、その一言。はい、なんと今回のこの企画は暗示していたんですね。すごい、すごい。11月4日のツイートです。半年前ぐらいに、はい、これしかない。スキードということで、改めて企画の説明をさせてもらうと、チャウチュールというの皆さんご存知ですか？はい、はい、猫のおやつで CM が有名なんですけども、そんなチャウチュールの CM を我が家のペットで作れるというアプリがチュールメーカーというアプリになります。猫に使うんだよね。あ、そういうこと。なので一度スタッフさんが作ってくださったデモ映像があるので、そちらをご覧いただきましょう。超楽しみした。チュール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 。猫と楽しいおやつ、稲葉チュールチュール稲葉。はい、今ご覧いただいたように3つの動画をつなげて1つの動画を作るっていうアプリになっているので、今日は3チームずつに分かれて、どのチームが一番可愛い CM を作れるかという企画をやっていこうと思います。イエーイ。ただし、まあ、3人で1グループってなるとちょっと人数が合わないので、2人は2回ずつやってもらうことになります。リカットをやる人が2人ってことでしょうか。なるほどですね。じゃけに勝った2人が2回出演する。みんな喜ぶんだよ、ちゃんと。あ、じゃ あの男気じゃんけんみたいなやつね。せーの、最初はグーじゃけんぽい。あいこでしょ。悔しい、悔しい、やりたかった、やりたかった。悔しい、ね、最初になるまで。最初はグーじゃけんぽい。悔しい、悔しいよね。やりたかったよね。わかる、猫。最初はグーじゃけんぽい。あー、やりたかった。あ、すっごいやりたかった。じゃあ喜んだ子。やったー、やったやばい、すごい、なんかもう話してるみたいで、やだ。はい、みんな猫に変身しました。イエーイ。ってことで、まず1チーム目、前の3人から取りに行ってもらいましょう。行ってきます。にゃ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 。じゃあ小春ちゃんが1カット使う、2カット目に打つが3カット目でいいんだ。あ、じゃあ分かった、
いいこと考えた、なんか呼ぶみたいな猫ちゃんを、あ、いいこと考えた人にやらせるの大好きだから猫ちゃんの名前だって、猫ちゃんの名前、これなんか3人の名前にしよう、ちび猫ちゃんね、優勝です、これ完璧です、世界一かわいい。最初行った方がいいと思う。なんで？なんとなく。何やったの？落ちで行ける？みほちゃん CM は落ちなんて行かないんだよ。チャオチュールが可愛いのだけ見せればいいの。落ちなんてないんだよ。じゃあ行けるね。じゃあ行こう。やっぱさ、猫じゃらしいるんじゃない？でもさ、猫じゃらし使ってるじゃん一回、うん。つまり同じ動画を撮るってことでしょ。うん、それは悔しくない？そうだね。それは良くない。最初の人とかは普通に映っといて食べて。うん、だから2人目以降とかちょっと遠くにいて、うん、こう駆け寄ってきて食べる、あーそうね、とかどう、かわいいね、はい、なんて言うの、好き色、あ、チーム名決めないと、チーム名何する、猫ちゃんの名前って書いてある、何しよう、かわいすじ、かわいすじちゃんにしよう、いくよ、うん、シュールすぎる、うちら待ってればいいってことよね、そうだね、あ、出てくるんですか、出てくる、だからもうちょい前で、まあ、注文が多くて怖いな、いい画角ですか、怖い怖い、画角こんな感じなんです
か。パワハラしないで。よくない。最後めっちゃいい。めっちゃいい。受ける。めっちゃいい。これは1位ですよ。そういう戦いだっけ。オチが決まりました。余ったナゲット食べましょう。はい。黄色。はい、すべての撮影が終了しました。イエーイ。じゃあ最初に撮りに行ったチームどうでした？他に一発目だったけどどうだった？もう嫌でした。頑張ってもらいました。猫ちゃん、はい、楽しみだね。ちじみ猫チームの動画スタート。かわいい。かわいい。なんかアイドルだったね。うん、かわいい外で撮ってて。トテモンボールかわいかった。トテモンボールっていうのはあれ？あの3人並んでた時の。かわいい。トテモンボール。かわいかった。黄色。続いて紹介するのは私たち3人のグループです。イエイ。なんかあまり思いつかなかったんだけど、私が猫飼ってたから、うん、なんか猫してるアイドルっていうよりは割と忠実に猫を再現しました。それでは私たちの美人猫チームです、どうぞ。カメラワーク天才じゃなかった。カノンが撮ってくれた。はい、私が撮りました。かわいい。こうやってやろうとか。黄色。それではいよいよ3チーム目の発表になります。3チーム目はここ3人ですね。はいはい、どうでしたか撮ってみて。そうですね、チャオチュール あの原点回帰みたいな感じですね。はい、動画としては、はい、チャオチュールが何なのかっていうのを皆さん分かってらっしゃらないので、チャオチュールの原点回帰ということで撮りました。はい、それでは私たちチームかわいすじの動画です、どうぞ。3チームとも全然違うことしてた、ね、すごい、ね、それぞれ個性が出てましたね。チーム、今回の企画はね、どうしても1位を決めないといけないということなので、あら、はい、あら、これ大変、話し合っていこうじゃないですか。バチバチ。いきなりバチバチ。どうやって決めよう。むずくね。迷ったんですけど、平和にナナペに決めてもらうことにしました。お願いします。それではナナペさん、優勝の発表お願いします。かわいすじの勝利でやった。チャオチュールってね、猫が食べるものなので。待って、正直一番ダサくだと思った自分たちが。それは思った、ちょっと見た後にね、あずきはいいなって思ってたんだけど。ということで、チームかわいすじが優勝でした。おめでとう。おめでとう。美味しかった。3チームとも良かったので、皆さんいっぱい見てください。そしてぜひチュールメーカー使ってみてください。またね。バイバイ。バイバイ。
猫と楽しいおやつ。